はいどうもこんにちは山本流生と申します BTS の V さんを占ってみたいなと思いますでですねまあ、占いにあたりまして私が開発しました占いのシステムがあるんですけどまあ鑑定プログラムと呼んでました。それを使って占っていきます、えー、今ねこの画面に表示されているものですあのー これを言っとかないとですねあのこの画面は一体何なんだとなっちゃいますんで一応毎回言ってます。えー、ちなみに今ねこの動画を今ご覧になっているあなたもですねこの動画でやっているみたいに同じように、えー、占うことができます、えー。この動画の概要欄にリンクがありますのでこちらクリックしていただけましたら動画と同じように占えますのであのもし自分の人生の流れとかあの結婚しちゃダメな時期とか、えー、性格とか才能とかそういうのがね知りたいなとか。 あの興味が終わりでしたらあのご自由にご利用ください。では行きましょう。でこれがまあ V さんを占った結果なんですけども、皆さんが使うまあ関連プログラム上にこちら表示されません。あくまでもこの動画の撮影用に表示させてるだけなんですけど、まあちょっとまとめたのがあるのでそれを表示させます。全体で見るとですね、お金を扱うのが得意でお金は入ってくるし貯まる。会社経営などされてる。 たりするんでしょうかねあの並びとしては「財」と「陰」っていう要素なので男性的な迫力には欠けるというかではその何だろうなこういう人はすごくね女性にすごく優しいんじゃないかなと思います。陰っていうのはまあ知性とか教養を意味しますんですごく品があってあの何だろうな人当たりにいい人なのかなと。なのでまああのどっちかというと女性の要素なんで男性的な迫力には欠けるというふうに一応占いでは読みます。 はい、で、えー、人当たりが柔らかで性格も優しい特に女性には優しい方なんじゃないでしょうか華やかでおしゃれまあやや考えすぎなとこがあるんでしょうかね普段から結構いろいろと物事をあーだこーだ考えてらっしゃるかもしれませんおたくな趣味がある,あるのかなで学問や芸能方面で才能を発揮し活躍する芸能人に多いで気になったのはですねこういう人はやっぱり人気者で人を引きつけるしおしゃれだしかっこいいし楽しい もう面白いし一緒にいて楽しい人なんですけどこの「正罪と「偏在の組み合わせっていうのはモテるわけですからねつまりそのなんていうかな「えー、こい正い」って何かっていうとなのでそれがその2つあるってことはですねつまり異性に目移し,しやすいっていうふうに一応鑑定では読むんですね、まあ、あの一般的な古典的な鑑定方法ですけどこれははい。 あくまでも占って結構ただ言ってるだけですからね別に本人がどうかっていうのはそれは知らないですけどはいなのであのー、まあお金もあってですねおしゃれで華やかでサービス精神旺盛でモテモテで人気者なわけだから女性がやってくるのもまあ当然っちゃ当然なんですけど一応異性関係要注意っていう風に占うと出てますはいえーという感じかなうんもうねん、うん、人気者なんですよねやっぱね うんでえー、真面目で愛情深いまっすぐな人ですね、はい、雰囲気すごい柔らかくて優しい人なんじゃないでしょうかね平和主義、うん、コツコツ努力、うん、もう楽しい人だと思いますねこの方ねすごく芸術芸能関係に向いていると専門的な知識や技術趣味を持つと知的好新心が強く飽きっぽい束縛を嫌う自由でいたい おしゃれでで華やかですねそうちょっとね、あのー、そういうとこなんですよ。ここ,こ,こね、あのーはいこれ、この組み合わせね、ちょっとも、まあ、モテるからね、しょうがないのかもしれないですね。人気者なんですよ。うん。はい。で、えー、これがまあ要は危険な時期ですね。この時期に新しいこと始めるとうまくいかないというふうに言われています。あのー、よく当たるとこです、あのー。ここで結婚とかね、引っ越し転職とかしちゃダメだめ。皆さんも裏の時にね、まずここ。 ここ見てくださいね。はい。ここのここ。よく当たるところです。はい。で、えー、事故しやすい、事故怪我しやすい時期、病気、うん、直近ですね。で、えー、こう人間関係もめる、晩年危険の時期ですね。で、人生の流れもいいですよね。こう徐々にこう晩年までずっと強いんですよね。徐々に上がっていく流れです。で、えー、ラッキーカラーは水,水色青。 緑と青系で,す、ね、でまあこれが1年ごと占ったものなんですけどもそうですね2022年から新たなステージに入ってるんですよねここからなんかここで何かこうこの辺で何か切り替えのタイミングがあったのかな環境の変化というか202122の間でここから新たなステージに入ってるんですよね何かあったんですかねちょっと分かんないですけど。 でえーまあ、今後なんですが今も十分人気者でしょうがこの方はまだまだこれからもっともっと人生良くなる2032年あたりから死ぬまでうなぎ登りで、まあ、晩年もいいと今後は非常に楽しみな方ですねというのがまあ占った結果ですねちょっと中身見ていくと2024年から26年このこの炎マークと幼稚園マークねここなんかちょっと怖いな何か災いが起きやすいので。 何かちょっとあるんじゃないかなと思いますけどそこ過ぎればあとはねもう絶好調なんですよねうんだいぶいいいい感じですけどまあまあまだまだこれからの方かなという,うんこれからもっともっとあの発展していくんじゃないかなとは思いますねはいということでま,あまとめるとまあ成功しやすいえ芸能で才能発揮まあ優しい性格考えすぎでまだまだこれから良くなるよというのがまあ占った結果ですかね はい、えー、ということで、えー、BTS の V さんを占ってみましたこのような感じで皆さんもあの自分の人生の流れとか、えー、危険な時期とかね結婚しちゃダメな時期とかそういうのが分かったりしますので、えー、この動画の概要欄にあるこのリンクから鑑定プログラムよかったら使ってみてください、えー、今後もねいろんな方を占っていきたいなと思っておりますのでチャンネル登録もよろしくお願いします以上 BTS の V さんを占ってみましたありがとうございました